東京国際大駅伝部の横溝三郎監督が14日午後8時55分に肝臓がんのために亡くなったことが15日、分かった。84歳だった長男の吉郎さん45は取材に今回、無事に東京国際大が箱根駅伝復活出場を決めた後、少しホッとしたようで体調が悪くなってしまいました。父は箱根駅伝に最後までこだわっていました。 と明かした横溝監督は10月19日に行われた箱根駅伝予選会、東京・立川市など、には体調が思わしくない中でも現地で学生を見守った。昨年の予選会では3秒の僅差で辞典、14位、敗退。今年は8位通過で2年ぶりの本戦復帰をチーム全員で喜んだ。それから1ヶ月も経たないうちに帰らぬ人に。 東京国際大は悲しみを乗り越え、横溝監督への感謝の思いを胸に第101回箱根駅伝。来年1月に3日、東京、大手町、神奈川、箱根町芦の湖往復イコール10区間217、1キロ、に臨む。横溝監督に代わり、中村優太ヘッドコーチ、37、が指揮を取る。通や、国別式は家族葬として行われ、 後日お別れれの会が行われる横溝監督は横浜高時代は全国高校総体 5000m で優勝し1958年に中大に入学1年時から4年連続で箱根駅伝優勝メンバーとなった薄井哲男さん個人らとともに史上最長の6連覇1959から64年を果たした黄金期の中心選手として大活躍した 62年に卒業し、当時の強豪だったリッカーミシンに入社した。64年の東京五輪では3 0 0 0ル障害で出場。箱根駅伝の理念である箱根から世界へを体現した。現役引退後、中大のコーチ、松下通信、現パナソニック、女子チーム監督を歴任した。同時に日本テレビで箱根駅伝の解説を務め、 多くの駅伝ファンに親しまれた。2011年、東京国際大に駅伝部が創部されると同時に総監督に就任。同じく中大出身の大志田秀次監督、62イコール現本大エグゼクティブアドバイザーイコールと共にチームを一から作り上げた。箱根駅伝には16年に初出場し、20年に初のシード権、10位以内を獲得。 21年には出雲駅伝で三大駅伝を通じて初優勝に貢献した。23年に大志田監督が退任後、当時、83歳だった横溝総監督が監督に就任。中村ヘッドコーチと共に指導に当たった。昨年の第100回箱根駅伝予選会では、例年より三蔵の13校が本選出場権を獲得できたが、 13位の山梨学院大とわずか3秒差の14位で出場権を逃した。その後、横溝監督は肝臓にがんが見つかり、昨年11から12月に入院した。今年3月に行った放射線治療が走行し、体調は回復。4月以降は埼玉、坂戸市の練習拠点などで指導現場に復帰した。9月以降、再び体調が優れず、 自宅療養に勤めていたが、10月19日の箱根駅伝予選会には現地で選手を見守った。東京国際大は前回の悔しさをバネにチーム全員で戦い、8位通過。2年ぶり8度目の出場を見届けた後、体調が悪化し、予選会から1週間後の10月26日に緩和病棟に入院。14日夜に息を引き取った。中大の選手として大活躍し、 指導者としては東京国際大の成長に貢献した。ミスター箱根駅伝と呼ばれた横溝三郎さんは亡くなる直前まで全力を尽くし、天国へ走っていった。横溝三郎、横溝三郎、1939年12月9日、横浜市生まれ。横浜高で全国高校総体5000メートル優勝。58年に中大に入学。 一年次から四年連続で箱根駅伝優勝メンバーとなった。一年三区二位、二年五区八位、三年六区二位、四年十区区間賞。史上最長の六連覇、1959から64年の最初の四連覇に貢献した。62年に卒業し、リッカーミシンに入社。64年東京五輪3000メートル障害で出場、予選敗退。 現役引退後、中大コーチ、松下通信、現パナソニック、女子チーム監督を歴任。2011年、東京国際大の駅伝部総部と同時に総監督に就任。23年から監督を務めた。